ロレックスのディフュージョンモデルとして生まれたチュードル。ロレックスのテイストを散りばめたチュードルのスポーツモデルには、ロレックスの各モデルに対応するラインナップがあります。中でも、サブマリーナは、ロレックスとは異なる数々のサイズやバリエーションがあり、チュードルを代表する人気モデルとなっています。標準防水機能 200m、オイスターケースやねじ込み式リューズなど、ロレックスのサブマリーナと、機能的にも、ほぼ、同等のスペックを持ちながら、微妙なマイノリティが存在するその謎の多さが、多くのマニア心理をくすぐる異変なのでしょう。このモデルは、チュードルサブマリーナの中でも、2番目に大きなミドルサイズ。日本人の腕にも、よく馴染むフィット感の良いモデルです。ベゼルダイヤルはブルーカラー。ドットポイントの夜光インデックス、メルセデスハンドはサブマリーナの定番フェースです。レイトは便利なクイックチェンジ付き。逆回転防止機能付きベゼルなど、ロレックスのサブマリーナと同等の機能を備えています。搭載ムーブメントは、スイス公式クロノメーター検査協会認定の高性能自動巻きムーブメントで精度はお墨付きです。ブレスレットはチュードルシングルロック式ゴレンハードブレスになります。防水仕様ですが、水回りでのご使用は注意してください。2020年 OH 済みで安心してお使いいただけます。スタイリッシュなモデルです。コンディション。ダイヤルは目立つ経年変化もなく、良い状態を維持しています。ケース、裏蓋は、わずかなすれ程度で備品です。ブレスレットは、最大18センチ前後です。軽いすれと軽い伸びがある程度で、状態は良好です。操作方法。ベゼルは、左方向のみに回転します。ねじ込みリューズを解除します。ゼンマイを巻き上げます。一段引いて回すとレイトがチェンジ。二段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。操作後は締め込んでおきます。付属品。車外ボックス。購入店の保証書2012年。修理店のオーバーホール明細修理保証書2020年。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。精度はご使用環境によって変化します。ラグ幅18ミリ、ケース径は約 36.5 ミリ、リューズ含まず。縦、ラグからラグまで約44ミリ、厚さ約 10.4 ミリのメンズモデルです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。